こんにちは、のりたろうです。今回もプレミアムレアコイン紹介ということで、私がアンティークコインコンシェルジュサービスで販売させていただいたスペシャルなコインの紹介をさせていただきます。今回ご紹介するコインは1693年のレオポルト1世ニュルンベルクターラー銀貨 MS62 唯一最高鑑定品になります。このコインはまずは1693年と今から330年ほど前に作られたものでありながら、 MS62 というほぼ未使用な綺麗な状態で未だに残っているという、これだけで本当はすごいことなんですが、何より唯一最高鑑定品ということで、唯一の最高鑑定品の相場決定権というのは出品者オーナー側にありますので、実質的には相場は合ってないようなものになりますし、売るときにとても売りやすいコインになります。しかもこのコインはドイツのニュルンベルク発行ということで、その後の第一次世界大戦、第二次世界大戦のもう非常に激しい戦火の中をくぐり抜けてこの状態で残っているということで、まさに奇跡的ということになります。そしてさらにこのレオポルト1世の時代はまた大変な時代になります。レオポルト1世は神聖ローマ皇帝、さらにオーストリア大公、ボヘミア国王、ハンガリー国王と様々な肩書きを持っていまして、さらに音楽の都ウィーン出身で優れた作曲家でもあったことからバロック大帝と呼ばれるなど、一言では語り尽くせない人物でして、名門ハプスブルク家がその後も大繁栄する礎を築いた偉大な名君となります。何せ1679年のペスト大流行の、その後の傷も癒えぬ1683年に前世紀のオスマントルコからの10万対1500とも言われる絶体絶命の第二次ウィーン包囲からウィーンを救い、さらにその後も前世紀のフランスのルイ14世とも優勢に渡り合うなど、それだけでもものすごいんですが、レオポルト1世は先ほども申し上げましたが、別名バロック大帝とも呼ばれて、自身も優れた作曲家であったとのことで、対外の政治だけにとらわれず国内の文芸復興にも積極的に取り組んだために、彼の治世でウィーンという都はですね、ヨーロッパにおける芸術文化の一大拠点として高い地位を確立するに至ったという、本当にすごい人物になります。そしてこのコインはニュルンベルク発行ということなんですが、あれウィーンじゃないのと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、この今はドイツにあるニュルンベルクという都市は神聖ローマ帝国の帝国会議が最も多く開かれた都市でして、歴代の神聖ローマ皇帝が居住滞在したニュルンベルク城というのを有しまして、神聖ローマ皇帝の正当性を称する帝国宝物が保管された場所になります。そのためこのコインもニュルンベルクで発行されており、この裏面の2つの紋章は左が神聖ローマ帝国の紋章で、右がニュルンベルクの紋章になります。この頃の神聖ローマ帝国というのは、神聖ローマ帝国という国があったというよりは、このコインのニュルンベルクのような小さな国家がこう集まって同盟国のような感じになっていたので、このコインはまさにそのことがよくわかる歴史の生きた教科書ということで、まさに博物館級の家宝になるんじゃないかなと思います。ということで、このようなスペシャルなコインは私のショップでも最近プレミアムレアコインという枠を特別に設けておりますので、そちらの方でもこのようなコインを紹介しておりますが、こういうコインが欲しいという方はアンティークコインコンシェルジュサービスをご利用いただきますと、ご予算に合わせて手数料定額で取得して、取得価格でお届けいたしますので、ぜひご利用ご検討ください。またこのご時世、どうしても現金で買いたいという方向けに、コイン運び屋サービスと、現金で買い付けして物と交換するサービスも実施しておりますので、購入の際にお申し付けいただければそちらでも対応します。ということで、
今回もプレミアムレアコインのご紹介でした。それでは皆様、最後ご一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。